あっとる。俺と同じぐらい目が大きい。うん、メバル買えた。やりました。メバル、かわいいメバルちゃんです。おお、大きいな。で、上からデリーと舐めるようにして。釣り返しでーす。まだ笹原さんは釣りようです。風が強いです。手が冷たいです。第1号やりました。超大物。どうでか。画面に入りきりません。どうしましょう。どうしよう。唐揚げサイズ。人のみ。いった環境ね。新しい。今どこ。6が。6が。寒そう。むっちゃくさ寒そう。すごい雪です。うわ、この人誰？どっから来た人？こんなもん問題じゃないじゃん。こんな寒さ。遠野の山の中から来た人ばっかりやもんね。誰？今年は何を釣る予定？今年？おう。今年は何釣りに来たの？ここ？うん。ここはね、生メバルを食べに来ました。あ、本当。なんかいやらしいことやってるじゃん。冷たい。めっちゃ冷たい TV。何やってんの？何やってんだろう。これがほっぺたも出てくる。男同士でいやらしいことやってるな。こんな仲だったとは知らんかった。初めて知った。そう。本当に冷たい。冷たい。うわ、あったかい、あったかい。まだ暖かくないって、今開けたばかり。暖かかったんで。バレだけ、釣れんな。全然釣れんね。仕掛けが悪いね。飛んでか。こっちで止まっちゃう。この人誰や言ったら。イラコだな。きっと、新しいウェア着とるもんね。誰か分かれ。冷たいな、それにしても。ただいまの気温は、1度です。その0度になります。早く釣って。釣って、冷たいから。早く。手がかじかんでも撮影不可能になるで。あ、映って。撤収です。何にもです。何にもです。餌が浮きが一回沈んだかなと思ってあげたら餌がなくなった。それ一回きり。よかったじゃん。当たりが届いた。でも多分。見間違いだと思う。見間違い。すごい雪ですね。海岸の雪を見てください、海岸の。海岸に雪があるって珍しいんじゃないの？車が1台しかおりません。なんかここでぐるぐる回って遊んでる人がおります。もう餌ないってば。残念。完全に魚の引きやったけど。完全に入ってたね、スポーって。今日はこんな状態です。釣れそうなんだけどな。でも朝一番からウが食事をしてたので。僕のメバルは食われちゃったようです。まあ今日のやつも、餌かじられてる。あ、かじられとるのか。どうも昨日のあいつがおるな。あいつがおるか。あいつ釣っちゃってよ、あいつを。半分だけ食いちぎっとるもんな。笹原さんの竿が新しくなっております。うん、今のはほんなら合わせても釣れんかったってことか。お、もうすぐ太陽出てきます。
おめでとうございます。昨日からすごいですね。うわ、画面に入らん。顔よりでっかいやん。35センチぐらいの。おめでとうございます。うわ、今日は刺身やの、うん、この主、ここの主やの。主ちょっと30、37ぐらいか。うわ、でっかいな。でっかいな。おめでとうございます。頑張れイダコ、あとはお前だけだぞ。うん、朝日が綺麗だわ。眩しい朝日の中で皆さん釣りを楽しんでおります。この寒い雪の中、ただいまの気温は0度マイナス1度ぐらいの気温です。その中で皆さん粘る釣りを楽しんでます。お、釣れました。やった。釣れた。写さないで。ほんと。でも写さないで。釣れた、釣れた、釣れた、釣れた。やっと釣れました。写さないで。おー、やったな。おー、やった。今年初物。メバル。メバル、メバル。おー、でかっ。かなりでかいな。おー、20センチ、28センチぐらいあるな。いい方釣ったね。ありがとうございます。やった。第1号、立派な25センチのメバル。さすがイダコ、おめでとうございます。今年も幸先ええな。一匹釣るということが違います。活性化が上がったそうです。もうこれから入れ食いだそうです。うん、これで 2,3 時間は撃沈すると思うけど。今日多分あんな大きさばっかりやろ。うん、もう終わりやと思うけど。それではガンガン釣って。特殊な手作り竿、あゆかけ竿を改良したささら式メバル釣り竿、全長7メートル20、非常に丈夫な竿やぞ。これはちょっとやそっとではびくともしない立派な7メートル20のあゆかけ竿。25年ぐらい前から使っているあゆかけ竿、ついとメバル竿に改良しました。これで今朝一匹、肩のええメバルを釣りました。さすが。アラフォーだな。アラフォー半分過ぎました。四捨五入すると50です。あ、おっと。あ、こぎられた。ああ、よそ見してた瞬間、浮きが沈んどったな。もうすぐこの人、アラカンか。え？アラカンか。アラカンにはまだ遠いな。今日のアラファイブ。今日の餌は、今日の餌はでかいです、うん、これでかすぎてやめ、うん、これも大きいけどね。ちょんがけ、そのぐらいで入れると半分かじられる。ちょんがけ、うん、で、ちょんがけで秘密の兵器で、秘密の兵器で処理だ。寒そうだな。あれ、サラさん、えらい飛んだよ。ああ、寒そう。飛ぶようになった。あ、重たくした。目だろ、これ。目が張ってる。俺と同じぐらい目が大きい。うん、メバルか、やった。やりました。メバル、かわいいメバルちゃんです。おお、大きいな。で、上からデリーと舐めるようにして。振り袖か。あ、振り袖は下からか。23センチぐらいね。はい。ああ、強いつき。ありがとうございます。今日は調子いいな。バンバン釣りまくっとんな。でかい、でかい、やったね、やったね。パンパンに張ってる。おめでとうございます。ありがとうございます。ウガおっても釣れるんやね。飲み込んどるやん。飲み込んで、あそこに置いて。あ、取るやつあるよ。上の餌もあらへんし、これでもお腹パンパンやけど、さっきよりちょっと小さいね。笹原さんの釣果です。
うそ。切れちゃった？ちょっと切れる。ああ、ちょっと切れたの。伸ばしたの。伸ばした。ちょっと包丁入れたら裏だけ。ちょっと足らなくてな。いくら伸ばしても。水ちょっと切れる。ああ、サラさんもずれてる。どっちが大きい？サラさんもずれてる。俺もずれんか？伸びぐらいだな。うわむしゃむしゃになってる。むしゃ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 。最悪最悪。おめでとうございます。なんで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 。重たいもんね。おめでとうございます。あのさ、縦やと入らないんだよな、これ。いいなぁ。おめでとうございますよ。はい、赤、黒、黒。そうやね。2匹、2匹。ちゃんと取りやすいように口にかかってるやん。あ、下のやつ結構こんな大きいやん。大きい。腹パンパンやし。どのぐらいある？やっぱさっきの20、19、18か。ないの。なにこれ。なにこれ。いつの間にか。すごいな。30は楽に超えとるの。でっけね。何？あ、20。うわうわうわ。20。本当かな。本当かな。難しいな。そうなってるな。その嘘本当かな。寝る。計らしてくれへんぞ。ちょっと足りんかよ。ああ、サラさん。サラさん見てあれ全部腹ポテ。こら、ほとんど20やけど。腹ポテ。逃げが。本当やね。ちょっと足らん。